科学特捜隊による空輸中に暴れて逃走したゴモラが大阪城に出現した。戦車の砲撃をものともせずにゴモラは大阪城に迫る。暴れるゴモラを倒せ。成功。突如地球を襲ったゼットン星人の円盤が、科学特捜隊は全力でこれを迎え撃った。ゼットン星人は邪魔な科学特捜隊の基地を破壊するため、最強の怪獣宇宙恐竜ゼットンを呼び出した。科学特捜隊基地を防衛せよ。
その時、空の彼方からウルトラマンの仲間ゾフィーが地球に駆けつけた。ゼットンを倒したゾフィーと共にウルトラマンは光の国へと帰っていった。これから地球の平和は人類自身で守っていかなければならないのだ。ありがとうウルトラマン。